頼むか。ハッピーバースデーとユー。ほら、さあ、ケーキの方はないんですか。八王さん、八王さん、ケーキお願いします。ヘイケーキの方は、ヘイヘイハッピーバースデー、カモン。ハッピーバースデーとユー。ハッピーバースデーとユー。ハッピーバースデー。マサ橋立日本勝負 Ready Fight。 久しぶりのラップでマイクを光らすジョニー・デップも交差したくなるシーザーハンズここに登場。まあ適当にビートで遊んでゴー。また俺たちどこまで遊べるか、それは試しながらラップするぜ。うつ伏せになるのはどっち、そっち、わからない。この後を楽しい。コシトラ本物のシザハンズ、サビがない油塗る暇なく切り裂くのどうのよう。わかる、これジョニーデップよりテンポある。俺のラップデッドマンズチェスト、見たく心臓抜き出すかも。簡単なことを伝えてるのかも。ナポレオン名前の割には不可能しか頭になさそうだ。いや不可能なんて考える方が無駄そうだと俺は思ってる。集合で美容師どっちがシザーハンズ、分かってないのはお前またフォック。うん、俺はそういう意味で言っただけだぜ。分かるかな。まあ楽しいよ、久々にマイク握れたことに感謝を覚える。集合で美容師だったらシザーハンズより一本歯残しスウィーニートッドだろ。ジョニーデップよくわかってる、これは自分でソロ、俺は俺のこと自分でやる。貯めたことないだろこのやり方、わかってる。どこの就職か関係ない、俺は今日も不特定多数億得性格。天気予報士高校カーター発射です。日本ショップレディーファイト、yeah.Yo, まずは風をビートにゆっくりの背中ラップロー、どこ見ても無糖ブーツを履かない俺上、下から上まで飛ぶ飛ぶロック、お前はロックローのサンダースみたいな言葉乗せながらもこのフローやでな。お前のフローやばすぎて街でさ、俺の街だからもう知りだ。金のネックレスが泣いてるぞ、俺のラップにはどうぐらいがちょうどいいか、土曜日に散るしようぜ。ワンバース目からありがとう説明、俺にはいらない自分の内容伝えてくれなきゃ意味ない。届かないようなラップなら俺には聞かない、ちゃんとスナイプしてくれじゃないと俺にストレート書かないぜ。お前のカーブはどっかに落ちてる、無我夢中にまた中待って中に合わせて弾くピッチちゃんと合わせて、イントインをヒントにピンポイントフォーカス合わせパン、いつものように音鳴らしてパン。 Here we go。 この世界のみんなは俺のことに興味はない、だから俺のプロヤバすぎてみんなのチンコ揺らすわい。みんなせこいこのやり方ヤバすぎとか、俺のことドペクの2番線自由体と全員殺すぞ。 Yo ってこと分からせに聞いてるビートにゆっくり乗せながらプロヤバすぎて、お前のプロは俺のケツも舐めらないです、頭手術つけるべテイクならば俺の勝ち。 俺は前のケツは舐めしたい、叩く首とケツフラストレーがヒップホップだろう。フラストレーション溜まったやつここで集まってまたバスケ、それでまたタクも輝く、このバスまた明日になるまで輝く、ここのスポットライトまたハッピールーセン、今日もいつものようにフロー、また今日も明日に受けてゴーゴー、いつものようなフローで乗せてくライム落としてこのバス輝いてく、いつものよう。明日は日本勝負、はい、レディーファイ。はじめまして悪かけっていうか、俺とここでやるのがお前の役目、負けてくだけ悪かけ、お前誰の猿真似、いや違う俺がライムここで射抜いてく、まるでやぶさめ、俺は好き勝手やるだけ、俺は自分通す、あくまで朝までやってやるぜ。俺がまるでそうだガラガラヘビー、俺の相手はさながらヘビー級のようなバトルじゃなきゃ俺には勝てねえぞ。よう、俺が誰の猿真似っていうか、こういうラップもう死ぬほど見てるぜ。誰の真似だよおめえこそ、ただでさえ汚い渋谷で綺麗なラップばっかやってんじゃねえよ。金魚の糞か、誰かの後ろ側について楽でしょうがねえな。フリースタイル男女明るいところには慣れてるらしいけど、俺が相手対処ことねえな。あ、俺が金魚の糞、お前糞にもなれねえし金魚も釣れられてねえのに、なじでしゃばっちゃってんだよ。汚
汚え路上でマイカポン握って綺麗なラップ、汚え街から這い上がってきて何の意味がある、お前が誰の真似分かってるよ、どっからどう見ても呂布カルマの劣化版だろうがよ、スローなペースでやってるけどおめえみてえの地元でだいぶのしたぞ、人のバースに入ってまで必死なのは分かるけどその目の奥震えてんだよ、誰かの真似とか言ってるけど3000円もらって笑いが止まんねえだろ、クソみてえなヒップホップ誰に教えてんだクソみてえなラップDJ のスクラッチ踏み外したクラッチじゃ上がれない坂道終了。それでは行きましょう、先行の図高校で発祥で日本勝負レディーファイ。Yo, まずはビーツ聞き流れに俺かな聞きから聞きまた聞き The Beat 言葉吐き出しながらやるこのフローあキリキリ前キリキリ前しみじみない言葉の上の気に見えない夢の中にさまよいながらもこのフロー弱すぎても自分ださいお前のラップはマジか恋ねえでもか恋だけじゃまだ足りねえカートウィーまたもカートウィー俺がするだけこれフルパッド見たくお前を打ち抜くこれホームラン、ホームランだ独壇場見たくなっていくような感じ俺もさせるぜラップでウイルス感染お前は耐えられなくて首つる定めになるような感じまたこのパンチお前に食らわし脳内を震わしてく首つったところでウイルスで上の上張るこのやり方見せるお前よりもやばいスキルまたクロックスで何足が臭さうんシェマザファッカービッチオンダニゲこのフローやばすぎお前は血で打ち出す T 字からバタファッカービレボール確かに俺がマザファッキンのニガ足より臭いブラジルの脇がみたいな感じ見せてくような感じ雲の上より音の上で踊ろうぜホルボルボを消えすることどうぜまたここ証明してくっていうような感じまたお前らの心を奪ってく俺が泥棒ですつまり俺が買い取る番次は藤子ちゃんの心を奪い取る番バイトリック藤子ちゃんのハートまるでクリスチャン・ロナウドさあそれでは行きましょう先攻がアジモンジェイ後攻がウォスマンビートは先ほどと同じ発祥物日本勝負 DJ 山崎レディーファイイエー完全ノープランだぜまさかオースマンが高校を取るとは思ってなかった大悟さんだハゲ取るやないかいいや俺も実はもうすぐ危なくなってくるだけどこいつ年下なのにハゲてるのがやっぱりマジでこいつハゲてるのがやっぱりだけどラップかっこいいからちゃんとそこは聞いてやって時間がねえよ証言押すまあ毎日磨くスニーカーと好きえいよそうやってパンチライン使ってハゲてるっていうかむしろ俺の体が前向きに前進えいよ毛根が抗体違うぜ濃根だから抗体してるんじゃないですか視界がいよあんたのやり口見てるとイライラが止まらねえぜ踏ませんねよ時短だイエーじゃないでしょ別にねなんかハゲてるのに全身とかいうなんかあっち行ってこっち行って実はすげえ言いたいことはあるんだけどいや言っちゃいけないっていうのがあって分かるやつには分かるんだけどすごい今もどかしい気持ちで殺す分かるやつには分かるけど俺全然何のことか分かんないっすねイエーじゃないでしょとか言って別にあんたのお笑いの話でその辺がパチパチしてるのもムカつきますよいや俺はカミソリには負けるけどあんたには絶対負けないそういうところあなたみたいにハゲないメッキ危険が接近しながらあなた尻そけて俺前進決勝戦先攻オースマン攻撃勝で発祥絶三本勝レディーファイいやどうした証言なんかめちゃめちゃ顔がこわばってるもしかして心のどこかで怖がってるえいよなんかビクの心の弱さが際立てるかって言うだからこそお前に向かっていくは取る優勝優勝より重要なことがあるからつくぜずっと重要なことはある言葉は重量俺は一生ヒップホップやるまるで無遊病えいよこれは三面鏡乗っかる単線棒えいよ今日も見せるぜ勝利のサンセットえいよやってるぜ前面のサンプリング俺が
今日もなってやる、ここら辺でキング HIPHOP っていうか H&B の上でやってるぜ、実際。いやいや、それは友達のサンプリングって言うんじゃなくてパクリって言うんだよ。お前の見れないサンセット、足りない完成度、ライブオンダイレクト、俺の方がぶち上げる客はハイテンション。いや、どんからまでいけんの、思いながら健康有料そうに見えながら心が貧弱、打ち砕く沈着、冷静な俺、お前が失格。俺が失格、いやオスマンが死んじゃう、なってるぜ器がちっちゃく、ここで切り裂く、もうぶさつか食らう。あんたのパクリもサンプリングもやってやるよ両方な。えいよ、ここが状況打破できねえだろ、あんたの脳みそはもう容量オーバー、今後どうだ、情報操作じゃねえ、今 MC 証言、今日も走る東京ウォーカー。いや東京ウォーカー勝手に走りな、俺はじっくりじっくり歩いて帰るぜ。よ、誰のサンプリングか知らないけど、お前個性がねえからそれで金魚の糞とか言われんだろ。えいよ、自分の技磨きだけ、さまざまどこまでいけるかな、穴があるからこそそこつく、割が先にいる、俺の方がこの味を知る。個性がなくてもオリジナルだって、ラップすりゃお客が取り乱す。えいよ、俺は飛び立つ鳥になる。えいよ、もしくはマイクフォン握って鬼になる。鬼に金棒、こいつが相棒、今日も探偵に乗っかる柳竹、花竹ようになってる、俺はステージ上ここらで輝ける、yeah!9月の今日何日ですか？9月の今日8です。8クレバの日ですね。はい、クレバの日です。今日は正社員さんの日です。クレバの日ですね。はい、さあ、それでは決勝決めたいと思います。先行オスマン、延長か。先行後証言、優勝は証言、証言です。証言に大きな拍手でした。なんと証言が今回チャンピオンになり、エースと戦う権利を得ました。お前うるせえ。お前ちょっといろんな